おはようございます、今回ですね、ちょっとママ欠席なんですが、会社の懇親会なんかイベント行事があるようなので、ね、そっちの方をちょっと出席しているので、今回は混浴じゃなくて、露天風呂ですね。どうやらね、ちょっと面白い洞窟温泉っていうのがあるようなので、混浴何面白そうな温泉がちょっとヒットしたんで、そっちの方へ今回向かって走ってます。早く出てきたんで、そろそろねご飯を食べようかなと思って、で三島市にあるね天神屋、静岡県にしかない、ローカルチェーン店、そこにもう静岡といえば静岡おでん有名なんですけど、ちょっと食べてみようかなということで、三島の方から、伊豆半島を縦断して、河津温泉、そっちの方へ向かってみたいと思います。静岡おでん初めて、食しました。違う、こっちじゃね。初めてね静岡おでん食べてみました。で麺のね、あ麺じゃねえや、つゆは黒いんだけど、なんかそんなに濃くもなく、でちゃんとねしっかり出汁の味も効いてて、かつ甘みもあってっていう感じで、つまんで食べるようなそんなおでんだったような感じもしますね、はい。今ちょっと向かってる途中なんですけど、常連の滝という看板が出てきたんでね、結構かの有名な座の上時間がちょっと余裕あるんで観光してみたいと思います。
でこれがね、静岡県でかなり有名なループ橋ですね。でやっぱ下りはちょっと怖いですね。もう上りの方が全然アクセルをこうね上げていくって感じの方が全然いいんですが、結構ねバイク倒してるように見えんすけど、対向車が来ればね分かると思うんですけど、で今回入る温泉なんですけど、どっちだ、ちょっといまいち分かってないんですが、まあホテルで一旦受付をして、それからね温泉の方に向かって入るようなので、今ちょっと向かってるんですけど、場所がねいまいちどこだかちょっと分かんない、また恒例のどこだホテルになっちゃったんですけど、すいません、七だる温泉ホテルってどこですかね。あ、もうちょい先、あ、左手、あ、すいません、ここかな、大滝温泉、ここか。入湯税1500円なんですけど、ここで支払いをしてから温泉をねちょっと入ってみようかということで、今日ちょっとね暑いんでね、どこが入り口なんだこれ、わかんねえ、違うか、ちょっとわかりませぬ、やってんのか、すいません、本館ってどっちですかね、向こう七だる温泉で今ちょっと受付来たんですけど、ここ今やってないですよね、あれ、あーと迷子なった、はあ、あったあった、ほんと方向音痴じゃ困る、よし到着です、でよくねキャンプ場使ってんすよ、七だるのその上、そうなんですか、そう、あの上のところにあるんじゃないですか、右側、あそこねよくね夏泊まり、最近もうちょっと子供大きくなっちゃったんで来ないんだけど、裏でねキャンプ場やってんすよ、貸し切りの、あ、その裏側、裏、ああ新しくなんかできたじゃ、じゃないですか、うん、よかったら夜6時以降は全部貸し切りになります、ね、はい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 、あ、そこで泊まれば、あ、橋を越えて、看板を右へ曲がる、で、あとは完全に私有地っぽくなってて、で入り方はあのお店の方からこのキーロックの暗証番号を教えてもらって、でそこから中に入るという感じのシステムですね、はい、それではちょっとここ見せれないんで、はいはい、では中入ってみたいと思います、滑るな。
はい、というわけで来てみました。お風呂はね、40度ぐらいかな、ぬるめで。で、今もちょっと外撮影したんですけど、がっつり外から丸見えですね。ちょうどね、目の前もこんな感じで川が流れて、移動するときはね、もう団体が行くから、すごいですよ、がっつり丸見え。これが五右衛門風呂ね。これはプライベートで、まあそこで休憩できて、でここは休止中で、これは貸し切りの露天風呂ということで、まあ電気をここでつけると。まあてな感じですね。でね、貸し切り状態だったんで、すごくね、本当良かったです。ね、誰かいたら絶対撮影できなかったんですけど、なんか運よくね、運がいいっていうのかな。